そう、でもね、昨日のプログラは割と、なんだろう、わかりやすかったね、ストーリーが。結構さ、ホログラってさ、なんか、土地狂ってる時とさ、そうじゃない時の、差が激しいじゃん。特にさ、もう本当に、大丈夫か運営さんって思ったのはさ、100回の時。100回だっけ？あの時さ、もうちょっとさすがに運営さん大丈夫かと思ったもん。あくまでも見たんかと思って。そう、100回の時さ、ちょっとさ、やばかったよね。上さん、何が、どうして、どうなってそうなったみたいな。でもさすがになんかちょっと、なんか、運営さんの精神状況、疑ったよね。100回どんな回だっけ？マリー先輩が、時計を追って、謎の世界に、落っこちて、そこで、歯が抜けた、おかゆ先輩とか、なんか、ご帰省の三人珍相談とか、もうなんか、よくわからなかった。ミコ先輩が歯になってて、ね、わからん、わからんかった。もう、どんなやつって、あれ、どんなやつあれ何、何ラミーは、そう、宝生の頭蓋で飲むポイシは最高だな、っつって。マリン先輩の頭蓋骨で、日本酒を飲むっていう。何だったの、あれは。今でもわからん。悪い夢すぎるよね。それに比べると、昨日の回はとてつもなくわかりやすい回だったな、と思う。そう。さすがに、なんかこう、今元気なのかなって感じ。今、運営さん元気なのかなって。あ、疲れてないのかなって。ナミさん、ホログラの、運営さん？ホログラ作ってる運営さんがさ、どういう人で、どういう流れで作ってるのかっていうの全然知らないんだけど、なんだろう。なんか、100回目のやつさ、あれどういう風に説明して通ったんだろう、あの話。好きだよ。どっちも好きなんだけど、チェックする人がおらんのかな、マックスさん。オッケー出す人がいない可能性もあるよね。俺が法律みたいな人がいるのかもしれない。過去にも、やばいなと思った回はちょこちょこあったけど、あれほどまでに何が起きてるのか理解できない回はなかったね。ラミーももちろんさ、あの回、100回の回さ、自分のセリフがあるから、全員分のセリフが、見れるものがあるんだけど、それを最初に見て本当にちょっとわかんなかったもん。これは、どういう話だ？いや、面白かった。面白かったけどね、そう。脚本は二人で交代な気がする。まともな人とそうじゃない人。え、どっちも好きだけどね。今でもね、